あの欧州は日本の近世初期にあたる食法時代に活躍した石膏の集団。主に寺院や城郭などの石垣志向を行った技術者集団である。石膏州、石垣職人とも称す。あの欧の歴史的仮名遣いでの読み仮名はアナフである。あの欧州は、大江の比叡山山麓にあるあの欧の出身で古墳築造などを行っていた石膏の末裔であると、 いう。寺院の石膏を任されていたが、高い技術を買われて、安土城の石垣を施行したことで、織田信長や豊臣秀吉らによって、城郭の石垣構築にも携わるようになった。それ以降は、江戸時代初頭に至るまでに、多くの城の石垣が、あの欧州の指揮のもとで作られた。彼らは、全国の藩に召し抱えられ、城石垣等を施行するようになったというが、 不明な部分も多い。現代でも、坂本の町に多数立ち並ぶ、里棒と呼ばれる、延暦寺の末端の寺院群は、彼らの組んだ石垣で囲まれ、町並みに特徴を与えている。あの石席の石垣屋のお席は、信ぶつを指して、昭和初期以降に用いられるようになった俗称であり、あの州が手がけた、信ぶつの石垣のことを言う。しかし、 のぶもるのことを、あの石垣と誤解されることもある。あの叔は、石垣職人であり、従って、実際は玉石詰みや綺麗石詰みも行えた。また、滋賀県甲賀市江南町から水口町にかけての、県立自然公園を通る、新名神高速道路で、西日本高速道路大津工事事務所が、自然環境との調和などを狙い、あの席の採用を考えた際、 現代建築に適応可能かどうかを試すための初実験として、京都大学大学院による、アノロ集積とコンクリートブロックによる溶壁を並べて、最大荷重250トンをかけて実験した結果、荷重200トン時点でコンクリートブロックの方が先に亀裂が入り、荷重230トンでコンクリート崩壊の恐れがあり実験中止となる結果を示した。この結果を受けて、 工事現場から出土した加工岩などを再利用した高さ3.5メートル、長さ260メートルの石垣が洞区間へ採用、新造されている。石垣職人としての後藤家の始まりは、後藤元氏が加藤清正からしばしば伝授を受けてきたことにより、白石垣四飛伝承の白鳥の石垣のことにおいて伺える。しかし、又兵は、 大阪夏の陣において討ち死にすることとなる。夏の陣の前にマタベは、腹違いの弟である彦八に対し、自分の最後が近づいたのを悟り、これまで学んだ成果を、石垣根本書として、玄奈元年4月に伝授することとなる。この書は、玄奈八年以来下法とし、一子相伝のほかこれを許さずのものなりとして、以後、後藤家最大の財産となる。 後藤家が関わった石垣として、加賀藩金沢城がある。あの州の石垣があるとされる城は他に、安土城、彦根城、竹田城、篠山城、角群れ城などがある。江戸時代初期の阿波や騎平が祖で、会社組織として存続している。1964年に13代目が阿波田建設を称号とし、1972年に、 有限会社化と14代目継承、2005年に株式会社化。2017年時点では、淡田淳徳社長が第15代目阿モー州島として活動を行っている。淡田家は坂本を門前町とする比叡山延暦寺の石積みの仕事を代々受け負ってきたほか、第二次世界大戦後は、兵庫県の武田城や篠山城、滋賀県の安土城や彦根城、 さらに、高知城、スモト城などの石垣修復を手掛けた。近年は、文化財の修復にも競争入札が導入されて、受注できない石垣修復も多いが、2010年にアメリカで実施したワークショップで、ノブツモルの頑丈さと芸術性が評価されて、ダラスのロレックス支社などでも試行するようになっている。 北垣総一郎の、大海の石垣畜生者あの汚州によれば、阿わ氏の話として、先祖は、阿波国から来たと語っていたとしている。日本一の高さの石垣を誇る丸亀城を築いた、山崎氏が、石垣職人の長坂茂三郎に対し、誰も登れまいと語ったところ、羽坂がこれを登ってしまい、軍事機密上の問題となるため、これを漏れるのを恐れた山崎氏が、 二の丸井戸に呼び出し、さすがにこれは登れまいと羽坂を挑発し、井戸に降りさせたところを陶石で暗殺したという伝説がある。また、石垣畜様目録中に、丸亀から学んだという記述があり、丸亀城石垣に特徴的な線形の配置、配列を数字で暗号化した記述が目録にはあり、羽坂の技法が広まった可能性が示唆されている。 羽坂伝説はともかくとして、石垣畜様目録の記述は、四国東部系統の石垣職人の技法を手本とした事実を記している。日本の石垣職人は朝鮮出兵時にも活動していたと考えられ、和上石垣が確認されている。考古学の面の研究では、村井武氏氏は、金星上郭をくるわ配置と、類号との組み合わせから分布する。 地域名を関して、中国型、東海型、近畿型、東海北陸型、中部型の五類型に対別し、朝鮮半島の和条に関しては、近畿型が主流で、これに、中国型が加わると想定していることから、石垣職人も近畿、中国系統と考えられる。近年ではアメリカなど海外でも石垣の試行を、している。ありがとうございます。